お蕎麦なんですけど、ネギとわかめだけじゃちょっと寂しいね。兵庫さんに相談してみるか。あ、もしもし。あ、兵庫さんですか。あ、こんにちは。タカですけども、はい、今ね、蕎麦食べてるんですけども。お風流ですね。ねえ、ネギとわかめってちょっと寂しいんですよ。はい、何かありません。あ、いい質問ですね。ありますよ。ありますか。ただね、アトリエに来られます？今から僕のアトリエ。ああ、わかりました。アトリエの方ですね。そうです、うん、アトリエに来ていただければ差し上げます。あ、わかりました、すぐ伺います。あ、こんにちは。あ、こんにちは。何やってんですか外で。あ、ここですよ僕のアトリエ。あ、ここがアトリエ。ほら結構クリエイターの方いるでしょこの周り。お、なんかそういそうな雰囲気ですねこの辺りは ね、 ね。でもこれ公道っていうか歩道でしょ普通の。まあね、ただまあよく日本の下町にもあるでしょ。あ、そう、まあいわゆるスクワットですよね。なるほどね。歩道のスクワット、ここでもいろいろ作ってるんですよ、はい、ほらこれ思想でしょ。あ、ここシソまた作ってるんですか。近所の人もね結構これ知ってて持ってくんですよ。あほらこれ見てください。これご存知です、このツル。今枯れてますけどね、ずっと横に張ってるツルです。え、これ何ですか、食べられるの。もちろんですよ。え、これはね、ツルがないとできないものなんですよ。はあ、まあおそらく200万人中、パリの全人口200万人中僕だけだと思うんですけどね、作ってるの。ああ、これ何ですか。これ山芋です。山芋？うん、あ、これ緑のやつですよね。これは違いますよ。え、この緑のじゃないの。緑は違いますよ、全然葉っぱの形違いますよ。もう今枯れてるから元々の形状が分かりませんけど、はい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 、枯れてる方が山芋です。あ、それから枯れてる方ってこの下の。ええ、でもう一つこれ近くに寄ってみてください。ここになんか種のようなものできてますよね。そうですね。え、これがね、ムカゴって言って、まあ、山芋の種ですね。あ、山芋の種。え、山芋っていうのはね、栽培方法2種類あるんですよ、種芋から作るか、もしくはこのムカゴを巻いて作るかっていう。ところがね、ムカゴからだと 4,5 年かかるんですよ。気の長い話ですね。気の長い話です。まあ、どのくらい成長したか掘り起こしてみましょう。はい。よいしょ。お、結構でかくなってるね。え、どれどれ。ほら、あれ山芋って細長いんじゃないですか。 あれも山芋なんですけどね、これ、こういう種類もあるんですよ。へ、正確にはね、これ大和芋っていう。大和芋っていう種類です。これだとね、栽培が楽なんですよ。なるほど。自然薯はね、さすがにちょっとここでできませんね。そうですか。まあ結構な大きさです。そうですね。ほら、こんな感じです。なんか大きさいろいろあるんですね。あ、よくぞ聞いてくれました。こちらがね、これでも2年もの、2年ものでこれぐらいしかならないんですよ。はあ、でこちらが3年ものです。1年余計に生きてるだけでこんなに違うんですね。そうなんですよ。まあでもこれそろそろ食べられますかね、ひょっとしたらね。はあ、ちょっと迷って後で決断します。もう一回上、はい、戻すか、それか食べてしまうか。戻す可能性もあるんだ。ありますよ、来年。そしたらこのぐらいになってるかもしれませんよ。なるほどね。なんか投資みたいですね。そうですね、甘いも投資です。投資ですね。これこれ、とろろそば。うまっ。これまた兵庫さんに感謝。じゃじゃーん。というわけで、たまには日本酒もいいでしょう。ん？酒のつまみが。チーズって日本酒に合うのかな。いまいち。また兵庫さんに相談してみるか。あ、兵庫さんですか。タカですけど、たびたびすいませんね。実はね、美味しいお酒いただいたんで飲んでるんですけども、いいな。
よ。つまみがね、チーズなんですよ。ちょっと寂しいんですけど。美味しいお酒にはね、やっぱりちょっともうひとひねり欲しいですよね。ね、日本酒だしね。ね、これもねありますよ、いいのが。ありますか。うん、ただこいつもね、うちに来ていただければ差し上げられるんですけど。はい。自宅の方です。あ、今度は自宅ですね。わかりました。すぐ伺います。はい。どうも、我が家へようこそ。こちらです。あ、こちらですね。これは何ですかね、これ。何でしょう。この、うん、葉っぱはね、見覚えがある。これ日本でも取れる野菜ですか。ピンポン。あ、何でしょう。さすがですね。はい。しかも、あれ、この箱は。これね、実はワインの木箱を3つ重ねて、まあそこぶち抜いてあるんですけど、それで作ったプランターです。お手製のプランターです。なんか粋なプランターですね、これ。でしょ。でも、ね、これじゃないと対応できない野菜なんですよ。縦長のプランターっていうのはちょっと珍しい。そうですね、うん、ちょっと長いですね、これね、ええ、さて何でしょう。長いって言うと大根とか、うん、近い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 、うん、長い。ごぼう。ピンポンピンポン。ブラボーです。ごぼうですか、これ。そうですよ、洒落たワインの木箱のプランターです、ね。はい、ここでごぼう抜くわけですよね。いやー、まあね、ごぼう抜きとは言いますけど、実はごぼう抜きっていうのはね、あのすっこんすっこん抜けないんですよ、ごぼうって。え、ごぼうって簡単抜けないの。いや、抜けないんです、実は。だからごぼう抜きの語源っていうのはどこから来てるんでしょうね、あれね。 ねえ、なんか簡単抜けそうな、ね、イメージありますけど。そこでですね、これもう 3,4 年使ったプランターですので、ちょっともったいないんですけど、バラそうと思ってます。あ、そうですか。え、バラして、そこで、解体してごぼうを収穫したいと思います。はい。ほら、もう結構ガタが来てるので、こんな感じです。簡単ですね。簡単です。これいいかも、これからごぼうを作る人にとっては。いやいやいや、ごぼう抜きが難しいんだったら、これで簡単にごぼうがね。まあね、苦肉の策ですけど ね。よいしょ。はい。強引。それで土は森に帰っていくと。なるほど。ね、ほらほら、さてごぼうはできてるでしょうか。よいしょよいしょ。あれ、金槌を入ってきた。本当はバールがあったらよかったんですけど。私はごぼう抜きのちょっと想像を超えた今状況でびっくりしてますけどね。あー、高さん、この中にごぼう入ってるんですよ。え、ほらご覧ください、もう少し顔見せてます、ごぼうが。どれどれ、本当だ。今全部回転しましょう。はい、ではでは、ほら出てきました。ごぼうが顔を出しました。ほら、あ、見事な、見事なごぼうが。ごぼうです。はい。これはね、実は短い竹のごぼうをわざわざ品種を買ってきたんです。はい。え、長いととてもとてもこのプランターじゃ間に合わないので。間に合わない。まあちょうどいい感じですね。そうですね。はい、今年の収穫です。ご覧ください、大小様々。これごぼうはね、これ土ついてますけど、うん、実は土をつけて保存した方が長持ちするんですよ。あ、そうなんですか。え、例えばですね、これ新聞紙ありますよね、はい、でこういった感じで
大まかにもう土もつけた形でぐるぐるっと巻いて物置でも入れとけば結構日持ちします？しますよ。これね、あの面白いエピソードがあるんですけど、もう日本人はあの明治のそうですよ半ば頃には赤道を越えて真珠取りに行ったらしいんですね、あの南方の方に、はい、その時にやっぱり持ってったのが米、味噌、それから真水、あとごぼうだったそうなんですよ。ごぼう持ってったんですか？ごぼう日持ちするってことで。あ、なるほどね。なるべく乾燥しないところに置いてくださいね。あ、わかりました、暑くもなく寒くもなく、まあ、物置なんかいいんじゃないですかね。うん、多分保存しないでそのまま金ぴらごぼうになっちゃいますこれですよ、これこれ。そうそう、日本酒のつまみはこうでなくっちゃ。うん、兵庫さんに感謝。何かまだ物足りないね。ちょっと兵庫さんにお願いしてみようか。もしもし。あ、もしもし、兵庫さんですか？あ、こんにちは。あ、こんにちは。またお願いがあるんですけど。またですか。まあ、美味しいお酒はあるしね、おつまみも揃ったんですけども、お酌してくれる可愛い女の子なんて出ませんか？兵庫さんのドラえもんのポケットからひょこっと出してくださいよ。